皆さんおはようございます。おはようございます。私は社団法人真岡青年会議所理事長のゆずきと申します。今から8年前に第1回佐賀市百姓徒歩旅が開催されました。この時は私どもの先輩が中心となって、この百姓徒歩旅を開催することになりました。今ではですね、その先輩たちがですね、第8回まで毎年恒例となるこの百姓徒歩旅を開催していただいております。そして我々はJC メンバーと、よく言われますけども、その JC メンバーですね、後方支援ということで、スタッフの移動や車の運転、物の移動とかですね、それを担当させていただきたいと思っております。そしてこの第8回迎えました佐賀市百姓徒歩旅、毎年本当に恒例の行事となっておりまして、地元の沿道の皆様がですね、非常にたくさん応援してくれたりしてくれることがございます。特にこの参加者の小学生、あなたたちが頑張って一生懸命歩く姿は大人たちに勇気と夢を与えてくれます。どうぞ苦しいこともたくさんあるかと思います。歯を食いしばって胸を張って最後のゴールまで元気に歩いてください。そして保護者の皆様、ボランティアのスタッフの皆様、JC メンバーですね、一生懸命与えられた任務やりたいと思いますので、どうぞ最後まで事故、病気とないように無事完歩することをご期待いたしまして、私からの挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願いします。